長戸国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ。山陽道に属する。長戸は、古くは、アナトと呼ばれ、アナトと書くこともあった。日本書期によれば、大化6年アナトの国師が白地を献上した。天時4年には、長戸国が所見される。この間に改められた。アナトとは海峡を指しており、日本神話にも、アナト神の名が見える。 古墳時代に成立した穴戸国像の領域と阿部国像の領域を合わせて7世紀に穴戸国が設置された。7世紀後半に長戸国に改称した。明治維新の直前の領域は下関市、萩市、長戸市、峰市、山陽小野田市、阿部郡を呼び山口市の一部、宇部市の大部分にあたる。国江津、慶長、商法、元禄、 天保会を隔てて、朝鮮半島と向かい合う位置にあるので、古代には、北部九州に準じて、外交、防衛上重視された。慶光天皇の時代には、三上氏族の葉や、都鳥命が、穴戸国像に、久米氏族のアジハハ命阿部国像にそれぞれ、認じられている。665年には、筑紫国の大野城や紀城と並んで、長戸国に、 名称不明の城が築かれた。675年には、紀内と道の区国と長渡国を除いて、国司は大戦意以下を認じることが定められた。道の区国と長渡国が特別扱いされたのは、辺境の用地にあるためで、同じく変用の九州は、筑紫太宰を上に持っていた。こうして、一時は、他国より格上とされた、長渡国ではあるが、後に、 巣王僧侶が置かれると、その管轄下に入ったと考えられる。この時代の重要な遺跡としては次のようなものがある。末期鎌ま町峠山から、古墳時代後期から、奈良時代鎌中村遺跡やよ時代の遺跡。鉄紙が発掘される、仙崎半島の宿物か古墳軍バグ、武器。 坪ボアブ四個西の木横穴墓森ケソは横穴墓、ムカツク半島の玉屋敷山林、湯屋大陸伝来の夕柄細型道見本、湯屋古墳坪ボアブミ一個夢遺跡あよい時代の高知性集落遺跡。1979年発掘調査具の馬場遺跡、卑弥呼の時代の村落遺跡西久大遺跡、鈴見型期代二個土井ヶ浜遺跡あよい人骨、大量出土。 英雄や、うを抱く女など両ら牧豪遺跡や柳川、周辺神馬山古墳古墳時代前期、下関郊外の丘陵箱式石棺、内郊家門郷、下玉、二弓棒、1968年発掘一説によると、下関市豊田古藩に姫美子との冬の居城があり、さらに、安徳天皇西市料母参高地が姫美子との墓とされる。 奈良時代の長戸国は銅を多量に産した。国士直営の銅山から採掘された銅は都に送られて東大寺の大仏の原料になった。また、貨幣の原料としても重宝され一時長戸国史が廃止されて中選史が設置され、長戸の行政、貨幣中造を司った。中選書の所在地は下関市長府大阪安陽寺に否定されている。 源氏と兵士が権力争いを展開した時代の末期、兵士の治療国であった中で、古藤氏、豊田氏の領氏が勢力を伸ばし、1185年には壇の浦の戦いの舞台ともなった。1276年に鎌倉幕府が現行に対処するため、長戸丹大が置かれた。諏王国山口を本拠地とする大内氏が守護職となり、守護大として、 和志寿氏や内藤氏が務めた。この大内氏は、九州の内部全国、筑全国までを勢力圏としていたが、後に、秋国の毛利氏にとって変わられる。萩に藩長を置き、長州藩の所領であった。官営年間には、馬官が、北前船が、寄港地として繁栄し、幕末には、明治維新への拠点となった。国府は、豊浦食にあった。 現在の下関市調布郡の内町の伊見宮神社の近辺と推定されるが遺跡はまだ見つかっていない。調布と呼ばれる前はあなたの豊浦宮と呼ばれていた。合計40強化枕幕府、県務政県室町幕府。ありがとうございます。